アマダ LC F1NT の周辺装置は小スペース、マシン停止時間の短縮、長時間自動運転などレーザーマシンの生産性を向上させる全ての要素を備えています。それでは一枚撮り運転についてご紹介します。まず加工パレットを準備するところからご覧ください。最初に梱包材パレット状の素材から一枚撮りの動作が始まります。素材の分離にはマグネットフローターとエアブローを使用し、めくり方式も従来の単面めくりではなく X 方向全体をめくる新しいめくり方式を採用、一枚撮りの精度をアップしました。次にこの素材を吸着ユニットにより吸い上げ、棚の中でプリゲンテンセットを行います。素材を吸着ユニットで吸い上げた状態のまま梱包材パレットをリフター状に逃がします。吸着ユニットをシフトさせ、素材の X 方向のプリゲンテンセットを行います。その後吸着ユニットを加工し、フォークユニットの上に素材を置きます。次にフォークユニットのチェーンの回転を利用し素材を移動させ、基準ピンに突き当てることにより Y 方向のプリゲンテンセットを行います。これで素材のプリゲンテンセットは終了です。さらにフォークユニットが加工し、素材を加工パレットの上にセットします。リフターがこの加工パレットをスイッチラックの下段に移動させ、次の加工準備完了です。ここまでのセッティング時間はリフターの高速化とパレットの四輪化により高速搬送が可能になり、従来機に比べ約2分短縮されました。次に LC F1NT で加工を終えたパレットの動きをご覧ください。まず加工が終了しますと、先ほど準備したパレットとチェンジし、次のスケジュール加工が始まります。このスイッチラックによりパレット交換タクトタイムは約40秒を実現しています。加工を終えたパレットを一旦リフターに逃がします。次にフォークユニットが加工し、製品をすくい上げるポジションで待機します。この状態でリフター状のパレットを棚の中に戻し、フォークユニットが製品の下側に入り込みます。フォークユニットを上昇させ、製品を持ち上げた状態で待機します。空になったパレットをリフター上に逃がします。この時剣山に付着しているスクラップをブラシで清掃します。空のパレットはこのままスイッチラックの下段に格納されます。
次にリフターが最上段にある製品集積パレットをフォークユニットの下に移動させます。製品集積パレットがセットされるとフォークユニットのチェーンが回転し製品を押し出します。この時製品集積パレットもフォークの回転と同期しながらリフター上へ後退し製品を集積します。集積が終了すると製品集積パレットは最上段に戻り集積工程の終了です。ASF F1 は工場の設置環境に合わせて左右どちらのレイアウトでも可能です。また対面配置など課題持ち作業に柔軟に対応しています。 ASF F1 は各ユニットがモジュール化されており、上部フレームの棚構成のみを変更することで梱包素材の連続加工に加えて多種少量素材の生産に向いた構成のパターン3、梱包素材の種類が多い連続加工に向いた構成のパターン2、梱包素材の連続加工に向いた最も基本的な構成のパターン1、この3つの棚構成を基本に梱包材パレット、製品集積パレットのパレット数を変更した構成など加工運用に合わせた独自の棚システムの選択および構築をしていただくことが可能です。さらにセカンドステーションやツインタワーなど様々な生産形態に対応できる豊富なオプションをご用意しております。ASF F1 の仕様はご覧のようになっております。薄板から厚板までの長時間自動運転、梱包材と加工パレットによる編集変量運用、そして小スペースとさまざまなニーズにお応えする ASF F1、ぜひご検討ください。